À Tokyo, quand on se promène dans le quartier d'Akihabara, qui est une véritable mine d'or pour tous les amateurs de goodies, de salles d'arcade, de jeux vidéo, on arrive à trouver de petites enseignes spécialisées dans le jeu rétro, l'occasion pour Gameloft de vous accompagner dans ce petit paradis terrestre. はい、すみません。そんな綺麗なゲームがいっぱいあるコレクションは、どうやって、集めることができましたか？大体あの他の店回ったりとか、あとお客様が売ってくれたものだとかで稼いでたりとかしてます。一番買われている、なんかゲーム機はこの店で、何ですか？やっぱりスーパーファミコンが一番売れると思います。次のは？次は、やっぱファミコンですかね。あ、分かりました。なんか任天堂が、そうです、ゲームボーイとか、はい、興味があるゲームとかゲーム機は、どんなですか？セガサターンとかドリームキャストとか昔からのが結構好きなんで今楽しいです。はい、任天堂のゲーム機は？任天堂のゲームキューブも今ちょっとカセットを探してて、はい、新しいゲームより、古いゲームの方が興味にありますか？いやー、どっちも好きなんで、どっちも両方とも並行してやっていく感じですね。レトロゲームに興味がありますか？あ、はい、あります。はい、なんか新しいゲームやゲーム機より、興味がありますか？あ、はい、あります。なぜですか？なんか、古いゲームの方がなんか新鮮というか、そういうものが結構、そういうところが好きなんで、なんかそういう古いゲームの方が、なんかやりやすいというか、新しいゲームもいいんですけど、なんか古いゲームもやっぱり好きです。うん、レトロゲームを買うとき、なんか遊ぶためにか、コレクションのためですか？もちろん遊ぶためです。コレクションも大切ですか？いや、コレクションはそのように、ただなんかレトロゲームをただ遊びたいだけなんで。この店の一番珍しいゲームソフトは、何ですか？名前はギミックで、はい、まあ、ちょっとお値段もすごいあれなんで。はい、わかりました。最後の質問は、ゲームの箱は、大切だと思いますか？あ、はい、箱のないゲームにはあんまり興味はないです。インターネットからダウンロードするゲームよりも箱で売ってるゲームを買いたいと思います。あ、どうもありがとうございます。はい、わかりました。Oh, yeah. Sonia.